今朝、丸山知事が会見で表明しました。来る2月20日日曜日をもって、本県におけるまん延防止等重点措置を終了していただくよう、先ほど政府に伝達したところであります。島根県では1月20日に過去最も多い190人の感染者が確認されるなど、感染者数が急増したことなどから、県内全域を対象に27日からまん延防止等重点措置を適用。飲食店の営業時短や県民に不要不急の移動自粛などを求めたほか、アクアスなど県立施設を休館しています。重点措置の適用以降、増減はあるものの、1日の感染者数は2桁が続いていることや、飲食店関係のクラスターも発生していないことなどから、20日をもって重点措置を延長しないと決めました。知事は今後は感染防止対策を呼びかけつつ、陽性者を減らしていく方針に転換するとしています。まん延防止延長せず、街の人たちの反応は。やっぱり経済が復旧しないといけないので、少しは、早くまん延防止解除して、早く日常生活に戻ればいいなと思ってます。まん延防止の影響ですごい大学のセミナーだったりとか就活に向けてのことにすごい規制が出てるので、続けてもらってもいいのかなっていう気持ちと、解除されて少しその自由が利くようになったらいいなっていう気持ちと半々です。子どももいるので、今うちの学校は大丈夫なんですけど、休校とかになるのも困るし、もうちょっと伸ばしてもらってもよかったのかなとは思います。子羊肉の炙り焼きなど炭火の炉端焼きが人気メニュー。ここは松江市の繁華街にある居酒屋。まん延防止は20日で終了となりますが、期間中売り上げはどうだったのでしょうか。周りは閉めてるだとかお酒が出せないところが多くて、うちの店はおかげさまでお客様に結構入ってもらった状況でして、忙しい時もありました。はい。松江市の繁華街に位置するこの店、実はまん延防止期間中は近所の店が軒並み休業したこともあり、逆に来店客が増えました。ランチ、ディナーともに予想以上の来店があり、驚いたといいます。時間が制限されている中でやるとなると、やっぱり早く出さなきゃいけないだとか間に合わなくなる部分もありましたが、結果論ですけど、やっていてよかったなとは思います。まん延防止の期間中は来店客数が増えた上、夜は時短営業にも応じたため、1日およそ2万5000円の協力金も支給されることになりました。まん延防止の終了には複雑な思いもあるといいます。今まで閉まってた店が やっていくんで、その拡散されていくっていうのはあるんで、開けてくれないとやっぱり不便なので、伊勢宮自体が活気づいた方が必ずしもいいとは思いますね。まん延防止の終了で松江の繁華街ににぎわいは戻るでしょうか。まん延防止、知事の評価は。措置をフル活用していくという考え方で臨みましたので、これは提供したことについては良かったというふうに思っております。知事は主な感染経路だった家庭や保育所などに直接的アプローチが少ないとの批判はあったが、多少のズレはあっても感染を抑えられたと評価しました。また児童福祉施設などでのクラスター発生が見られる松江市では、保育所などを利用する保護者が可能な範囲で家庭での保育を継続してもらえるよう、市を通じて要請するとしています。